皆さんこんにちは、アニマリアです。気まずい。やっぱ早朝に来た方が良かったかな。いやー、今年初ビログになると思います。まずはですね、 YouTube チャンネルアニマリアポケットの1万人登録者数突破ありがとうございます。2024年入ってから1月にアミマリアのオリジナル曲タイムラグのハートがすごいミュージックビデオをアップロードさせていただいて、ずっとこの1年ぐらい9000人ぐらいで止まってたところが、ミュージックビデオのおかげでおそらくたくさんの人の目に留まってようやく1万人突破いたしました。 YouTube 始めて何年経つんだろう。 YouTube 始めてる割に全然上げれてなくて、1万人の登録者数の皆様には大変申し訳ない気持ちではあるんですけども、今回は1万人突破ありがとうっていうお気持ちと、今年のアミマリア何をするのってところも話していきたいなと思います。まずは今日のお供でね、ちょっとようやくアミマリアのポケットスイッチが入ってきた。公園でさ、なんかみんなが自由すぎて自由に撮影できるモチベになってきた。向こうではギターの練習してる方もいるし、ハトに大量に餌あげてる人いるし、なんか怖くなくなってきた。もうね、今日のこの撮影するためにもなんか外でやっぱ撮りたいなと思って、しばらくお家の中からしか撮れてなかったことに気づいたし、しかも見てください、こんなに髪の毛伸びました。でね、でね、この髪の毛くるくるね、ちゃんとコテでやったんですけど、今アミマリア史上一番髪の毛が長いんですけど、今の長さが一番理想のなりたかった髪の長さです。嬉しい。喧嘩してる。今度はね、ハトアゲ夫婦にね、おじさんが怒ってる。怒っております。本当にずっとこの長さに憧れてて、何度かロング挑戦したことあるんですけど、途中で切っちゃったりとかしてね、ここまでの長さに到達ずっとできなかったんですけど、この長さに到達したらパーマかけたいなと思ったんですけど、コテがあるし、ずっとやりたかった髪型はもうまさにこれって感じなので、ようやくね、自分がしたかった髪型もできて嬉しいです。ランチタイム。あ、喧嘩じゃないの、友達なのかな。いや、お腹すいた。チャーラー。嬉しいな、外出て撮影してるだけなのに、それでさえなんかご褒美に感じちゃう自分の。なんかソーセージのパインの美味しそうなやつ、いただきます。喧嘩してんのか世間話してんのか分かんないけど、どっちかな。いただきます。あ、笑ってる笑ってる笑ってる。仲良しかな。最近地元の友達とか地元の名古屋にも帰れてないし、あとサクッと遊ぶとしても、いきなりもう息抜きしたいってなった時に、だいたい山田翔子が金並みなんだけど、まあいいとか、明日いいとか、何日バチってどうみたいな、サクッと飲んでみたりとか、サクッと食べみたりとか、息抜きしたい時ってなんか焼肉食べたくなるんですよね。一人焼肉デビューしたことなくて、肉食べるってなったらやっぱ山田翔子か金並み。しかももうマブだからさ、会った瞬間ね、もう近況報告喋りながら、んでみたいな、ビール肉ビール肉しながら、それでさ、あのさ、もう最初から最後まで焼肉食べながらさ、ね、肉って無限じゃないとか言いながら、あの時間今私大事な時間です。いつもありがとうな、みちょうこ。会いたい友達いっぱいいるんですけど、なかなかね、日にちが合わなかったりしちゃうんだよね。今年もね、やり遂げないといけないことたくさんあるのでね、寂しいけど頑張るしかないよ。怖い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 。あと来る。しかもパイ生地だからさ、サザササッと落ちてるから、発見されたらめっちゃ来るよ絶対。怖いよ、風のトラップでさ飛んでくんだよ。あとめっちゃ今4匹こっち来てる。頭いいね。散歩歩いたら記憶なくすんじゃないの。ああ。この公園ハトめっちゃいいね。ハトに餌あげる人がいっぱいいるんだろうね。だってみんなブックブック、まんまるっこいいハトだもん。
5月1日は雨が降ってたんだよね。雨降ったり晴れたり降ったり晴れたりみたいな。やっぱり私はなんか雨が好きだなって改めて思ったな。今年入って、まあ、1月ミュージックビデオ上げたり、ちょっと長い期間名古屋にゆっくりしたり、で2月の記憶があんまりないんですけど、2月は多分普通に TikTok ライブとか頑張ってたかな。TikTok もさ、あの1月に1万人突破しましたね。もうこれも念願でした。 YouTube チャンネル登録者数1万人と TikTok のフォロワーさん1万人、1月はこの2つ突破することができてすっごく嬉しかったです。これラスト一口いけるかな、わかんない。もう喋りたいから、早く食べ終わりたいから頑張ります。いただきます。うわー、ハート飛んでた。ライブが2つほどあって、それはなんとかやり遂げられたんですけど、私めちゃめちゃ風邪ひいて、数日もう家から出られないほどの、ずっと節々痛いみたいな、咳も出るし、なんか初めての症状だったんで怖いと思いながらも、頑張ってさフルーツ食べたり汗流すようにしたりとか、もう3月はとにかく風邪治すことに精一杯で、で3月の終わりにラジオの収録があって、でラジオ出演させていただいたりとかして、それになんとか間に合ったから良かったんですけども、3月はほぼほぼ自分の体をいたわる月でした。で4月もライブが3つほどあったんですよ。初めて自分の家族以外のメキシコ人さんがライブに遊びに来てくれたりとかして、旅行の最終日の夜にアミマリアのライブに来てくださったんですけど、でその日対バン何人かいらっしゃって、鳥だったんですよ。それまですごく静かに見てたから大丈夫かなと思ったんですけど、アミマリアのターンの途中からみんなふわーアミマリア大盛り上がりしてくれて、あ、よかったと思って、あ、本当にアミマリア推しなんだなじゃないけど、楽しみに来てくれたんだと思ってすっごく嬉しかったです。でアンコールもらった時に、まあ、メキシコ人の方がいらっしゃるっていうのは知ってたんで、ラバンバアンコールって決めてて、最後はみんな踊っていいよなんて言って、日本人もメキシコ人もみんなで楽しめたんじゃないかなと思います。今年のアミマリア活動どうしていくかって考えた時に、まずアミマリアワンマンライブしたことないんですよね。でワンマンライブいつかしたいな、したいなと思いながら、自分自身もね曲数少なかったりやれる勇気がなかったりして、まあ、月日が経ってたんですけど、いつもなんか励ましてもらってばっかりだなーなんて思った時に、ワンマンライブしますってなった時もめちゃくちゃ応援してくれると思うし、めちゃくちゃ楽しみにしてくれるだろうなって思ったんですけど、いつも応援してもらってばっかりだから、今まで私アミマリアね、いろんな SNS やってきました。インスタグラムから始めました。ほんとゼロからスタートして今9000人フォロワーさんいるんですけど、一番最初にインスタライブを始めて、インスタライブでなんか爆発を踏むじゃないけど、ピアノ弾き語りのね、でインスタライブを毎週木曜日に始めた時に、応援してくださる方々と出会って、少しずつアミマリア応援してるよって言葉が増えてきたから、次は YouTube をやろうと思って、YouTube もゼロからスタートですよしかもちゃんとねオリジナル曲ピンキーリングの MV スタートして、毎日投稿始めたんですよね。アミマリア本当につらかった。毎日毎日動画撮ってはストックして、ストックした上でスタートしたけど、どん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 毎日ストックがなくなっていくわけですよ。結局3ヶ月ぐらいで終わったのかな、毎日投稿。3ヶ月間は本当に本当に過酷なものだったし、いろんなことをねやりながらリスナーさんを楽しませたいって気持ちでいろいろやってるはずなのに、いつもリスナーさんに大丈夫だよとか素敵だよとか応援してるよとか、その言葉一つ一つに助けられてきたなと思って、で YouTube 頑張った後に、次はクラウドファンディングをして、たくさんの人に応援の気持ちをいただきました。ファーストシングルリリースさせていただいた時も、振り返れば振り返るほどありがとうがどんどん大きくなっていくんですよね。なのでアミマリア決めました。2024年のアミマリアは、まず皆様にありがとうを伝えに行きたいなと思いまして、初めての遠征ライブ、そしてツアーが決定しました。
いよいよですね、その遠征ライブツアーをやるにあたってですね、5月はね、札幌に行かせていただくんですけども、それもいよいよね、近づいてます。今はね、そのツアーのグッズとかね、いろいろ準備をしててですね、準備しながら、ライブしながら、配信しながら、 YouTube 撮りながら、なんとか今年もね、目の前のこと一つずつこなしながらやっていくんですけども、まあ5月札幌、6月大阪、7月名古屋、8月仙台、9月は東京ゴールにして、そこで初めてのミニワンマンライブを行います。あとね、びっくりなことにね、7月の地元名古屋でもワンマンライブをすることになりました。これもさ、すごいことなんですけど、もともとは違う形でライブさせていただく予定だったんですけど、やっぱ地元っていうこともあって、足を運んでくれる方々がたくさんいることに気づいて、そのライブハウスさんの方にね、ワンマンライブにしたらどうかなってやり取りをした時に、背中を押されたじゃないですけど、アミマリアをよくご存知な方は怖がりなの知ってるじゃん。で、東京ゴールでミニワンマンライブするにしても、多分めちゃめちゃ緊張すると思うんですよ。だから名古屋地元で一番初めにワンマンライブするのって、なんか自分的に、あ、したいなって思えて、転んじゃってる。生まれて初めて、本当にたった一人でライブするっていうのは初めてなんですけども、プチワンマンライブではピアノ弾き語りソロでね、ライブをさせていただきたいと思っております。で、東京のミニワンマンライブではね、一人ではありません。それも後日詳細公開させていただくんですけども、これもね、新たな挑戦をするつもりなので、めちゃめちゃ楽しみにしていただけたらなと思います。と言ってもね、9月のそのミニワンマンライブでは重大発表があります。その重大発表に向けてもね、いろいろ準備することがありまして、なのでぜひね、各ツアー今までね、応援してくださった皆様がだいたいこの辺にいるっていうのを知っていたので、今回札幌や大阪、仙台、名古屋、東京と行かせていただくんですけども、ぜひ自分のお家から近いライブハウスに、まだアミマリア生で聞いたことないよっていう皆様は、ぜひね、この機会に直接ありがとうって言わせてください。今まで応援してくださった皆様のことはずっと心に残ってますので、いつまでも歌い続けて、皆様が、ね、聞きたい時に聞いてもらえる音楽とか、思い出してもらった時に YouTube 覗いていただいたりとか、インスタライブ、 TikTok ライブ見てもらったりとか、みんなが気軽に遊びに来られるようにずっと歌い続けられたらなって、なんか最近すごく思いました。話まとまってるかな。久しぶりの YouTube だからさ、喋られてるかあれなんですけど、でね、初めて今回はこのツアーのグッズ作ってるんですけど、もう弟に助けられっぱなし。本当にいろいろ相談乗ってもらってるんですけど、すごい頼もしいなと思うし、前進するごとに家族ともファンの皆さんとも絆が深まっていくな、じゃないけど、毎日最近本当に胸がいっぱい簡単に言うと、なんかね、幸せですね。もうそれは本当に今この動画をここまで見てくださってるあなたのおかげだと思います。きっとね、いいねも押してくれてるでしょう。きっとね、コメントもしてくれてるはずです。このいいねコメント一つで誰かのおすすめに乗ったり、誰かに見つけてもらえる可能性が広まるわけです。こういうことをね、一つずつ積み重ねたことが今回のツアーにつながってるので、応援してくださってる皆様、いつも見守ってくださってる皆様に感謝でいっぱいなので、ぜひツアー遊びに来てね。東京からツアーにね、遠征してもいいんだからね。しかも今回生まれて初めて札幌行くんですよ。それも楽しみだし、毎月遠征ライブするからただの旅、ただの旅行みたいな思われる方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、旅の様子も YouTube でお届けできたらなと思いますし、ステージのアミマリアしかわからないかもしれないけど、今回のねツアーで旅をする姿をね YouTube に残してって、アミマリアステージ以外こんな感じだったんだっていうのを共有しながら、こんなことがあったんだっていうね、一緒に楽しめたらなって思います。もうそれ考えるだけで本当にワクワクするし、楽しみだなと思って、でもやっぱこれを踏み込めるっていうのはね、みんながいるから行かせていただきます。楽しみだね。あとね、セカンドシングル、サードシングル出しますちゃんとちゃっかりそれもやってますからね。セカンドシングル予想祭り開催してます。セカンドシングル何か予想して当たった方にはね、
ちょっとしたプレゼントも用意してますので、であんまり最近アミマリアの曲知らない方のためにあのヒント何個か出してて、確か5個ぐらいヒント出したから5個出した自分にって感じなんだけど、そのヒントのサビだけかなをまとめた動画も後日出そうと思ってますので、そのヒント動画が出た時によかったらね、セカンドシングル何かなって予想してくれたら嬉しいです。やばい、子供たちの大遊び始まるからそろそろ切ろうかな。はい、ということでですね、今年も盛りだくさんということで、新しい挑戦をしながら、あ、枝飛んできた、枝、わーい、楽しんでいただけたらなって思います。またいっぱい動画あげるから、引き続きアミマリアのポケットもお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。各 SNS やアミマリアの音楽は概要欄からチェックしてねさっきからさ、可愛い女の子がさくるくる回って、そのたんびにチャッて止まってくれるよ。いや、よかった。なんか外の風を感じながら、太陽浴びながら、じゃあね、ありがとうございました。アミマリアでした。すごい。いや、そうそう、やられると怖いな。うわすごい、どこで見つけたの？川。